波音。え？波音。今時お葬式に埋葬にってわざわざ集まんなくてもよくない？ちゃんと生きた人はちゃんと送ってあげないと。真面目。大事。その人がその人であるための最小限のデータだけを載せて宇宙に逃げて、いつか体を再生できたらいいなっていう現実逃避。今の時代、家族のためって信じて死んでいけるのって幸せだと思いませんか？カノン、お父さんは連れていけないよ。流れ星が雨のように降り注ぐんですよ。なんていうの、音のない花火なんですよ。箱舟探すんでしょ。もう見つからないよ。